本日は画像生成系の新しいツールである IC ライトについて紹介していきます。急に発表されたよね。しかもこのツール、ステーブルディフュージョンウェブ UI フォージの作者の方が開発したツールなんでしょ？そうなんです。コントロールネットやフォーカス、ステーブルディフュージョンウェブ UI フォージなど話題の AI 画像生成系のツールを次から次へと出してきますよね。すごすぎる。実は少し前にステーブルディフュージョンウェブ UI フォージがなかなかアップデートされていないことについてこんな投稿をしていたのですが、 IC ライトの開発をしていたのかもしれませんね。 GitHub ページにイシューも立てられるぐらいだから、みんな急にどうしたんだろうって心配していたのね。で、こちらのツールは一体どういうツールなの？この IC ライトは生成 AI 画像の照明を自在に操作できるツールなんです。ということだけど、具体的にはどういう感じ？対象とする人物やオブジェクトなどに対してプロンプトにテキストや背景画像を指定するだけで別の環境で撮影されたかのような画像を生成するツールなのですが、実際に見てもらった方が早いかもしれませんね。例えばこの画像の人物に対して窓から差し込む光を左側から当てた画像を作成したいとします。そこでプロンプトをこのように入力し、ライティングプリファレンスをレフトライトに設定して生成すると、おー、左側から光が当たっているようになるね。しかも背景に窓が生成された、ちゃんと窓からの光というニュアンスになっている。こういうことを簡単にできるツールなんですね。前に紹介したレイヤーディフューズというのと少し似ているね。確かにレイヤーディフューズも前景と背景を制御して画像生成をするツールでした。ニュアンスとして近そうな気がしますね。 IC ライトはどうやって試すことができるの？一番気軽に試すなら、公式ページにデモが用意されているので、それを試すのが一番良いと思います。先ほど紹介した画像もデモで試しています。お、これはアクセスするだけでできるから良いね。もちろん手元で試したい方はインストール方法なども公式ページに用意されていますし、Google コラボで試したい方向けにこちらでコマンドも作成しましたと思ったのですが、 IC ライトで Google コラボでも利用できるように修正してプルリクエストを実施している方がすでにいらっしゃったので、そちらの方が作成したコマンドを拝借させていただきました。コマンドの URL は概要欄に貼っておいたので、そちらをコピペして利用していただけたらと思います。コラボ環境の方もバッチリ試せるね。コマンドは GitHub にアップしていて、概要欄に URL を貼ってあるので、そちらからアクセスしてもらえたらと思います。ではここからは実際に IC ライトの利用方法について紹介していきます。まずは対象とする人物や物が写った画像を用意します。こちらをドラッグ&ドロップで、こちらにアップロードします。次にプロンプトを入力します。このプロンプトは生成したい内容をそのまま書けばいいと思います。なるほど。例えば人物画像をアップロードして使う場合、それが AI グラビアのような美女画像であれば、背景のプロンプト以外にビューティフルウーマンという単語も入れるという感じだね。そうです。そしてライティングプリファレンスという項目にチェックを入れます。これはどこからライティングされているかを設定する項目となります。例えば先ほど紹介した画像のように左側から光が当たっている画像を生成したい場合、レフトライトという項目にチェックをつければ OK です。おお、使い方は簡単だね。手作業でプロンプトを入力する以外にも、すでに用意されているプロンプトを使うという方法もありますし、生成例もたくさん用意されているので、それらで実際に生成してみながら生成具合を確かめてみるという方法もありかと思います。もっとマニアックに踏み込んでみたい人用に、さまざまなパラメーターを制御できるオプションも用意されているね。はい。なのでガンガン突き詰めていくことも可能だと思いますし、独自の活用法なんかも見出せそうかと思います。ここで実際の生成しているところを少しだけご紹介していきます。
最初は用意されているサンプルなどを試しつつ触り始めるのも分かりやすくておすすめです。ちなみに今までは対象の人物や物体などを対象にして背景を独自に生成するという形でしたが、背景も指定のものを利用することが可能です。これは別の実行ファイルとして用意されているこちらのファイルを利用することで実行できます。おお、こちらのファイルで実行すると背景も指定した形で生成ができるんだね。はい、また背景自体を反転させたりいろいろとやれそうなので、こちらも利用しがいがありそうです。ここでは一旦概要のみの紹介とさせていただきますが、こちらもたくさんの例が画面内に用意されていて、触っているだけで楽しい感じでした。背景もいろいろと指定できるなんて、これまたやりがいのある機能だね。ぜひ皆さんもこちらも触ってみてもらえたらと思います。実行するときはこのコマンドで実行すれば起動ができるようになっています。というわけで本日は IC ライトについて紹介していきました。いや、この作者の方何個も画像生成 AI 系の話題になるツールを作っていてすごすぎるよ。ほんとすごいですよね。今回も照明に焦点を当てたツールということで、その観点も面白いですよね。今回はあくまで被写体を人物に限定したけど、物の商品とかで利用しても、例えばその商品の広告デザインなんかにも応用できそうだよね。そういう使い方もできそうですね。こちらのチャンネルでは画像生成 AI に関する情報や AI 実写化などに関する動画を日々発信しています。面白いと思っていただけたらチャンネル登録や高評価も押していただけると励みになります。それでは今日はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。